ジャンリュック・ブラッサールはカナダのケベック州バリーフィールド出身のモーグルスキーヤーである。18歳でカナダのモーグル代表選手に選ばれ1990から1991シーズンにワールドカップへ初参戦した。初参戦のシーズンながら5戦目で表彰台に上り、地元カナダで行われた6戦目で史上初の18歳での初優勝を果たす。 18歳と5ヶ月での優勝は男子モーグルの最年少優勝記録となり10年以上破られなかったが2005から2006シーズンにアレキサンダー・ビロドーが18歳と4ヶ月で優勝しわずか1ヶ月程度の差で破られた同シーズン半ばの2月に行われた世界選手権にも出場したが12位に終わった1991から1992シーズンは初戦2位 二戦目優勝、三戦目三位、四戦目三位など、序盤から表彰台を連発して、最終的には表彰台が11戦中8回という好成績を収めて総合2位に入った。同シーズン半ばの2月に行われた1992年、アルベールビルオリンピックでは、予選で3位と検討するが決勝では7位に終わった。 20歳になった1992から1993シーズンは12戦中6勝、2位2回という圧倒的な強さで総合優勝を果たした。同シーズンの3月に行われた世界選手権では唯一の26点台を叩き出してカナダ人初の優勝を果たした。1993から1994シーズンは3勝を挙げたが、エドガーグロスピロン、 セルゲージュ・プレッツォフに及ばず、総合3位に終わった。しかし、同シーズンの2月に行われた1994年、リレハンメルオリンピックでは、エドガーとセルゲーを破り、フリースタイル種目で、カナダ人初となるオリンピック金メダルを獲得した。これで、モーグルの世界三大タイトルである、ワールドカップ、世界選手権、オリンピックを全て制覇となった。 1994から1995シーズンは10戦7戦で表彰台に上がるもエドガーとセルゲイに阻まれ一度も優勝はならず2年連続でエドガーとセルゲイに続く総合3位となった同シーズンの2月に行われた世界選手権ではセルゲイの点数は上回ったもののエドガーがさらなる高得点を出したため惜しくも世界選手権連覇はならず2位となった このように1990年代前半は、エドガー、セルゲーラと上位を争い、三強と呼ばれた。しかし、同シーズンを最後にエドガーは引退し、セルゲーは事故で亡くなった。エドガーもセルゲーもいない1995から1996シーズン、11戦中8戦に出場して6勝を挙げ、2度目の総合優勝を果たした。また、このシーズンより、 デュアルモーグルが開催されたが成績は振るわず最高でベスト16に終わった。1996から1997シーズンは7戦中6戦に出場して3勝を挙げて3度目の総合優勝を果たしワールドカップに連覇を達成した。また同シーズン中にデュアルでも初優勝している。同シーズンの2月に行われた世界選手権では 唯一の27点台を叩き出して2度目の世界、選手権優勝を果たした。1997から1998シーズンは上位はキープするもののシングルとデュアルでそれぞれ1勝を挙げるに止まり、シングルとデュアルの両方で総合2位となった。同シーズンの2月に行われた1998年、長野オリンピックでは0.2ポイント及ばず惜しくもメダルを逃し、 4位に終わった。1998から1999シーズンは初戦で一勝を挙げたものの後が続かず、結局4位に終わった。同シーズンの3月に行われた世界選手権ではシングルで予選落ちと惨敗し、デュアルでもベスト8止まりだった。1999から2000シーズンはさらに調子を落として成績は振るわず、最終戦スーパーファイナルのトレーニング中に、 人体断裂の大怪我を負う。翌シーズンには復帰して2月に日本戦の一戦のみ出場するが転倒して予選落ちに終わった。2001から2002シーズンはシングル前戦、デュアル3戦中2戦に出場してシングルで一度だけ3位になり表彰台に上がった。同シーズンの2月に行われた2002年ソルトレイクシティオリンピックでは予選敗退で21位に終わり、 同シーズンを最後に引退した。デビュー当初からバックスクラッチャーコザックのダブルを得意としていた。さらにコザックを最初に加えたコザックバックスクラッチャー、コザックのトリプルも使用した。このトリプルはスキーの動きが大きいために対空時間がクオード並みに必要であったことなどから他に使用する選手はいなかった。そのためこのエアにはジャンリュック・ブラッサールのイニシャルから JLB という名前が付けられた。また、バックスクラッチャーコザックバックスクラッチャーのトリプルもあり、こちらは、ジャンリュックが命名し、山口と呼ばれる、戦績表優勝歴。ありがとうございます。